はい、皆さんこんにちは、元気なおじいです。さあ今日はね、9時34分、9時頃かな、起きたの。ね、なんかここのとこね、寝ててもね、なんかあんま調子よくないんでね、昨日寝たのはね、何時頃だろう、布団に入って寝ついたのは12時過ぎ頃かな、ここ出たのは11時半頃だと思うから、多分そんなもんだと思うけどね。で、朝一番に起きて、いつもつけないテレビパッてつけたけど、安倍さんのことしかやっぱやってなくて、まあそう言われればそうだよねと思って、時間からしてね、モーニングなかったからね、土日で。だからああと思って、選挙のことなんて何もやってないんだよね。でパソコンつけて、なんか新しいのパッてこう見ても、選挙関連が何にも出てなかったんで、だからああと思って、ホリエモンがなったらどうのこうのって10時間前言ったけど、まだ終わってないでしょ、だどうなんだろうなと思って、で立花隆チャンネル見たら、生のあれがあって、それ以外当選したって出てないから、あやっぱダメだったのかなと思って、で後ろの方を見てったら、確保したみたいだからね、ああそうだったんだと思ってね、よかったよかったと思ってね、なんか取りそうだねって言うの、取れてよかったと思ったね。そんなわけで NHK 党議席がね、確保できたみたいです。でこの件、この NHK 党についてはね、本当数人以外は全く盛り上がらないっていうね、まあそれぐらいあんま関心ないのかな、NHK 党にはまあ関心がないのかな、おじいのチャンネルの一つなんで、ね、池さんね、閉塞感しかないこの国に風穴を開けてくれるのは立花さんくらいしか思いません。私も NHK 党の候補と支持政党として、票を入れてきましたってことだよね。あ、そうだ、おじいが教えてもらったと同じだね。一人目はなんかその党から出てる人で、二つ目は政党、おじい NHK 党で入れてきたけどね、本当ね、政党ね、一定票取れば政党と見てもらえてね、で一票の資金250円っていうね、本当おじい選挙何回やったんだろう、あ NHK に対して異例のあれか、前回の立花さんの人も辞めたって言った時と今回かね、本当ね、ステッカーもね、いただいてるしね、まあ本当こうして活動をしっかりやってると、アイデアをね、あの時もボランティアとか寄付とかね、そういうのを募って、みんなでこうね、マンションの一角でね、みんなでこうやってやって送ってってこうやってくれたんだよ、本当ね。当時なんだっけ、株ね、株が1000円から買えるって言ってたんで、1万円で、ね、参加したいなと思ったら、なんか一回締め切られて10万円からになっちゃったんでね、ああと思って、ね、まあでも本当自分のできることは何だろうっていうね、応援することね、一人でも多くの人に立花さんのやってることを広げることね、だ本当お金がある人はね、お金でポッ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 ポ、ね、寄付して応援すればいいけど、おじいそんな余裕がないんだよね、本当ね。だから自分ができることね、まあ、本当役割分担だよね、はい、健さん、私もお昼に行ってきました。日本を変えるのは政治しかない、そうだね、株これジャップポリってのではなく、自責に誓って国民一人守れないトップがボケローチにひょっとこね、ペナでもなってはダメ。今夜8時から選挙放送を見ようと思う。私思うにおじいのリスク管理はトップクラスだと思いました。で、選挙速報とかおじい見ないんだよ。昨日も全然見ない。なんでかっていうと、票が、いや結局最終的に決まるまではわからないっていうのと、結構何時間もかかるんで、あれなんだっけ、野球とかサッカー見るみたいに盛り上がったい人はいいんだけど、楽しいと思うんだけど、ただもうおじみで NHK 党の結果しか興味がない人は、
今日の仕込みをやったりとか、あとはなんだっけ、ずっと取りためしてたドラマとバラエティーか、それ3本ぐらい見て、それで寝たかな昨日は。うん、あの速報を見てると、あの何分だ何分だ、例えばさ1時間見ていたらプラス1票とかね、2時間見たらプラス2票とか、そうやって上がるんだったらじーっとつけっぱなしで見とくけど、あの変わらないじゃん何にもね。だからねあのもっと他にやんなきゃなんないことがあるんでね、おじはあんまり見ません、おじね、まあ、見ても見なくても変わらないっていうね。はい、浜川さん、現時点では N 党はまだゼロですね。そうなんだね、賛成党は1確実、ほとんどの報道が言ってます、ね、でもほとんど言っててダメだったら言っても確かなかったかな。ガーシーがいなければ N 党に入れたかったんだよねってことだよね、うん、まあ、ガーシーが嫌いな人もいるね、そうだね、気持ちはよくわかるね。はい、ツイート見てると参議院比例代表の仕組みすらわからない人が N 国1議席取ったと騒いでて笑ってしまったっていうけどね、うまあいいじゃないの、あのおじいもだってわかんないもん、全然わからないもんね。ちょっと前に与党と野党の違いが、どっちが変えてんのってそれ知ったぐらいだから、あ、ま、全く興味がないから全然わからないよ、だ何にも口出さないもん、うん、わからないね、とりあえずなるようにしかならない興味のある人、ちゃんと真面目に学校で授業を習った人はちゃんとこういうのがわかるだろうし、おじいはクラスにも入れさせてもらえなかったからね、授業のベルが鳴ったら出てきなさいね、で鳴るまでにそっと戻ってきなさい、他の先生とか校長には見つかるなっつってね、あと追い出された組なんで、自分がクラスから出ていかないと先生が授業を始めないっていうね、でクラスみんなでね出てけ出てけって、そうやってやる教師だったんでね、考えられないでしょ昭和の時代の学校っていうのは、教師っていうのは、昭和の時代の体育の教師なんて本当あれだよ、もう体育の教師はセクハラだらけだよ、こう男子はゴツンで消費台とかバーンで、で女子にはこの太ももの付け根のところねチーって染みくるんだよね、みんなセクハラ嫌がってたけどね本当で、あとなんかあとボクシンググローブでね殴られるっていうね、そんな昭和の時代だったよ本当ね。だこういったものもね習ってないから全然わからないね、まあ興味もないけどね。はい、期日前投票しましたね。そうこれもいいよね、場所によってはね、忙しい方はねどんどん済ませられてね。はい、N 党と賛成党が1議席は取れそうね。ガシが正式名称になっていましたねってことでね、おじいもこれ分かんなかったんだよ、今ちゃんと見えないから、左側はなんだっけ堀川圭介って見つけたから NHK で、あこれだって、だからもう一人いたんだけど、であこれだなって思って NHK 党って書いてあったからこれで、で右側に行った時はもうその なんか並んでる、なんかあれ何も見ない、目に入らないNHK 党って書いてそのまま出してきたんで、紙見てなかったんで、分かんなかったこれ一人だけだったの、もっといっぱいいたのかな、なんか分かんないけど、ね、おじいも仕組みが分かんないんで、ね、はい、そんなわけでね、NHK 党、まあ、議席確保ね、堀江門とかもこうとてもないことが起きるぞってね、動画バンバン作ってるけど、まあ、おじいの目にはどうやって映ってるかっていうと、うん、つい先までガシって知らなかったんだけど、2、3ぐらいなんか切り抜き目について見たけど、ね、もう
もうなんだっけ、特定の人ぐらいしか、まあ、あんまりやらないよとは言ってたけどね、個人的ななんかね、あればやめてて、その動画と、あとなんか2社ぐらい見たような気がするけど、うん、まあ、そうだね、見え方、まあ、見た目の作りは違うけれども、まあ、中身は立花隆みたいなもんだね、結局ね。うん、まあ本当に腐ったこの日本ね、腐った日本の白っていうのは世界で見える白とは違う、色が白ね、日本の白ところは色がおかしいね。で、まあどうであれこうであれ、その法律は詳しいものに優しい。で、まあ本当に違法な行為をしなければね、まあ咎められるものはないわけだし、で世の中理屈で押し通せるか通せないか、政治の世界はその理屈を押し問答もあるけど、その前に闇の力と手回しとね、もみ消しと、だ人の命までね、もみ消してしまう、そういう日本なんだよね。なのでやっぱりそういう力に立ち向かっていくのは、ね、NHK にもそうだけど、やっぱ立花隆みたいな人でないと無理でしょう。でやっぱそういうところに国会とかそういうところに殴り込み行くんだったら、やっぱりああいうガッシュみたいなのがいないと無理でしょう、ね、ガンガン引っ掛けますのはああいうタイプでないと絶対に無理なんだよ。元アナウンサーとか芸人とかね、ただ顔割れてる姉妹だけでクリーン事を言ったって何もできるわけがない。でただ駒に使われてるだけでね、で言うこと聞いてれば可愛がってもらえるから、結局手なずけられちゃうね。そういう世界なんだよ。そういうもうほとんどの例外はないと言っていいぐらいにそういう世界なんだよね。でおじいが心配してるのは前回も言ったように似たようなものが、要は手を組んでやってるわけだから、立花隆とガーシーと、ね、まあ、プロレスの世界であろうと何であろうとね、だいたい想像つく人もいるでしょ。似たようなものががっつり手を組んで、その先にあるものって何かな、ほとんど多くのものを見てきたでしょ、ね、おそらくね、同じような結果になるんじゃないかなって、おじいはそう見えてしまう。申し訳ないんだけども、申し訳ないけど、そう見えてしまうんだろう、見えてしまうんだけれども、おそらく立花隆はそれもちゃんと頭で計算の上で、で前に進む過程でここのところで、やっぱり今より何ができるか、まずは一つの目的を持って、で議席を取る、でやるね。でおそらくそのガチンコするか、じゃあもうやめでってなるか、どっち側になるかわからないけども、この体制がずっと続くわけがないので、本当にだどの道で何か形になるもので一個成果を出した後とか、そういうのでいろいろなってくれればいいんだけど、まだそうなる前にそうなってしまわないでねっていうのをおじいは祈るしかない、うん、だからこんだけ国民がちゃんと動いて支持したわけなんで、それを無にしないでほしいっていうね、本当。あれ前回も立花隆がねちゃんとパチつけたけどね、まあ、いろんな戦略があるけども死後やめたっていうね、あの時ほどがっかりしたもんがなかったんで、本当、うん、だからね、そういう風にならないでいてほしいなっていう。で、まあ、そうだったとしても、そこまでの知名度アップとかパフォーマンスは十分取れてるわけだしね。
政党として票を取ってね、政党助成金も取って、またそこから、できるわけなんでね、活動がね。だからそういった意味でね、いいと思うし、まあ、会社は会社でちゃんと議員報酬ね、とんでもなくもらえるわけだしね、ちゃんと協力して。ただ自分のやり方ね、あと自分の視聴者に対しての、やり方っていうのがあるわけだしね、まあそこのところがそのバランスがうまく保てないと、立花隆とね、バランスがこうなったらまたとんでもないことになるし、そこは無理だろうから、どうだろうね、おじいの目にはそうしか見えないけど、まあ、どちらも一人の個体としては、ね、ちゃんとやってくれる人なんだけども、ね、そこのところが心配だよね、本当ね。とにかく目的としては、ね、とにかく悪い国会議をぶっ壊す、 NHK をぶっ壊す、スクランブル化させる、で悪い法律をバン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 ね、しれっと決めてきやがってっていう、この間もね、契約をしてない人にね、契約この利息つけて無理やり取るっていうのね、そんなバカみたいな法案決めやがってみたらね、本当どん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 そういう悪いことしてるんで、そういう悪いことを決めてる連中をどんどんぶっ壊していってくれないと困るよね、本当ね。だから本当にそういう悪い連中どん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 排除していって、で、まあ、どうしよう、補欠で補う人たちがね、だんだん叩けば埃が出る連中ばっかなんだから、次のわざわざ俺が次のターゲットだなんてバーンなんて打たれに行きたくないでしょう、やっぱり。そうするとね、意外と変わるような気がするよね、本当ね、面白いよね。やってダメよりもやらないで諦めるのが一番ね、良くないのでね、おじいもそうだからね、ダメージしても自分でやって失敗しないと気が済まないんで、ね、だやってみないとわからないね。で、立花隆の活動っていうのは本当みんなほとんどただのパフォーマンスだって言ったけど、いやいや一発本当ありえるよって言いながら、そう見てた人が一人放送局の頃からずっといたわけだよね。で本当にポチポチとね、協力者が、賛同する協力者が増えてはね、本当多額のお金を寄付してくれる方とかね、あとそれだとお金を貸してくれる方とかね、だんだん流れが変わっていったけども、そうやってここまで来たんだよね。で今はちゃんと政党として認められて、その活動でね回ってるから、もう寄付とか援助とかね一切していません、それで賄えるからってことだよね。ちゃんと筋道立ててやってるわけだし、政治は本当汚い力と、ね、汚いお金の流れだからね、まあ、本当ね欲さえ書かなければ、欲を書いてもいいんだよ。立花隆とかガーシーがちゃんとやってくれるんだったら、本当にその議員報酬プラスアルファでね、国民からちゃんとね認められれば、本当それ以上のものをね、これダメだよっていうものの枠の以内で、もう目いっぱいだけ報酬はもういくらでも取ってくれっていうね、お金に代え難いこと、国民がなんだかんだ言いながら自分たちじゃできないことをやってるわけだからね。ね、だからなんだっけ、過去もね、報酬が高い安いってなんだっけね、彼女のね報酬がっていう、ね、いやそんだけのことをやってるわけだし、ね、あそこのところにケチつけた人もいたけれども、ちゃんとその悪い計算の仕方ではないし、それだってあれだけの活動であんだけ価値がとんでもないわけだし、ガンガンそんだけのことを仕事をしてるわけだからね、ストレスもいっぱいたまるしね。
で、あんだけの立花隆のところにちゃんと顔出して表出てやってるわけだから、それなりのリスクっていうものもいっぱいあるわけで、そういうのでね、ね、ちょっと多いだ少ないだぐずぐず言ってたのもいたのも、あれも本当不思議だなと思ってね、なんか旗から見てちょっと滑稽だなと思ったんだけど、だ本当にね、そのお金を出しても買えないものがある、でも応援をしてね、ちゃんと正当なやり方でこうして、やることができるわけでしょ結局。本当ね、いいんだよ、やることをやっててくれればいいんだよ、やることをやらないのに金だけ取ってこうカーッて寝てる動画どんだけある。やることをやっててね、ちゃんとそれなりの報酬を分配してるのと、やることやんないでただで泥棒してるのと、この違いが分からないかっておじい思ったね、その時ね。なのでね、まあいろいろ目立ってくるとね、同じ応援してる人でもまあいろんな考えの人がいるかもしれないけれども、本当ね、まあ10人取り下手なのもいるから、なかなか前に進まないとかね、平和のあれもなんだっけ、なんだっけ、こっちにいる国が一個でもね反対したら決まらないっていう、平和のやつなんだっけ、あれ名前忘れちゃったけど、ああいうのもくだらないね、まあ、中国とかロシアとかいるね、この何カ国だっけ、何カ国ぐらいだったね、日本もいるよってなんかね、話もあってもなかなか反対してああいうだでは明らかに今こういう状況で悪いやつらがいるのに、お前悪いよなってなっても、でも相手の権利を使って反対とかって言ってて、うーんっつってね、一休みたいなね、なんかで、そうやって決めたのお前が言い出したことだろ、このルールみたいなのがあるでしょう、ね、だそこまで守らなきゃならないルールなのかなってあるし、正義ってなんで弱いのかっていうと、正義はちゃんとルールを守ろうとするからなんだよ。悪はなんで強いかというと、ルール無視してドワーってやるからなんだよ本当ね、言葉悪いでしょ、でもおじいが今まで人生で見てきた内容ほとんどそうなんだよ。すごい悪いこととかすごい悲惨なこととか、そういったものって ルールを守ってやってそうなったニュースってあんまないんだよ。だいたいみんなルールを無視してとんでもないことをやってるね。いろんな団体にしても何にしてもね、安倍さんのなんかね、あれもそうだよね、お母さんが宗教団体でね、お金目になって、宗教団体の名を出さないね、でなんかパラパラって検索してみたら、ジャーナリストとかああいうのを見てみると、桜田の壺のところね、あーって感じでね、え本当はそっちをただ関連がってなんかね、そういう疑いでこうなってしまったね、まあ自分の おふくろさんがそこにね、宗教にはまって、じゃあさみんな持ってから、まあ、このパターンが多いんだけど宗教はね、でもそっち直接の取った泥棒したそのおふくろ騙したこっちの方を本当あれだったね、本当はね、まあ、言葉悪いけどね、本当理由だったら、まある意味とばっちりもあるし、でもある意味そのつながってるっていうと、やっぱりそうなるよね、分かるけどそこのくだらない社会が潰れるわけで無理な話だし、だったら世間的には逆恨みで済ましたと思うけど、本当にどうなのかわからないけれども、でもじゃあこっちのボスが無理でも、こっちのボスはもっとね、まあ
どうだろう、命、魂の価値は同じって言ったけど、子供の魂と老人の魂はね、やっぱ優先するものが違うってコメントをもらったけど、まあ、そういった意味ではもう役目を終えた、ね、魂が、うん、どんだけの価値があるかなって思うけど、まあ、あっちの方のも知らないけどもね、うーん、難しい問題だよね。でもおじいは気持ちはわかる、すごく。そうだね、まあ、うちのおふくろもともとすごい、このうちでも何千万だかな、お金騙し取られて、でその後にもね、詐欺師に、どういうルートしてたか分かんないけど、詐欺師にね、うちのおふくろがいろいろ管理してたんで、お金騙し取られてね、弁護士にも相談したけど、テレビに出てる弁護士だよね、有名な弁護士なんだけど、その弁護士に相談したんだけど、聞く、取り戻すのは難しいっていうね、うん、犯人の携帯とかそういうのも分かって調べてね、やってもでも難しいっていう、詐欺は立証が難しい。なぜかっていうと少し返してるから、だから返す気がないっていう、立証が難しい。全く返せないでおいて、少しだけ返してるんだよ。だからね、難しい。うちの親父がね、本当生きてる間に それだけはね、白黒つけたかったって言ったけど、結局諦めたけどね、うん、まあ本当ね、相手を殺したいなと思ったもん、本当。だっけ、ファミコンでね、ボコスカウォーズってあるんだよ。まあ同じようなゲームいっぱいあると思うんだけど、王様がいて、なんかなんか部隊がいて、で敵がいて、でなんかガラガラガラってやってね、バーンって数字が負けた方がなんかバーンって負けてっていうね、 あれと同じ感じで、本当に親騙された時で、とてつもない財産を騙されて持ってった時って、もう自分がそのボコスカウォーズのこの兵隊になって、ダーンってやってガーンってなってもいい気持ちで、もう全て投げ打ってでも恨みを晴らしたいっていうね、そういう気持ちになっていたね。本当、法律で裁けない、警察も動けないんだったら、もう自分がやるしかないなっつってね、おじいもそう考えたことがある、本当に。本当にね、恨み晴らさで置くべきか、あの気持ちがね、よくわかる。で、やりきれない気持ちで、まだ今でも消えていないけども、その気持ちをどうやって乗り越えたかっていうと、いろいろ死んじゃった後整理してると、やっぱり、いろいろ騙されながらも、ね、いろんなことを、いろんなことをやってたことがわかるし、やっぱりいろんなことを心配してくれて、もうどうしろくでもない日本だしね、いろんなことを心配してくれてね、考えていてくれた、ね、そういうのも分かるし、まあ、それがみんな無になってしまうのもちょっと申し訳ないなっていう ね、だ本当にいろいろ整理しても、本当わずかながら、例えばガソリンスタンドに行った時の、なんだっけ、石油なんとかうんちゃらの、ほんのああいう時に引かれていた、なんけ、年金のね、厚生年金で上乗せの、やつ、ああいうのも大切なものだからって、もう何十年も前のやつだけど、そういったものを大事に取っておいてくれる、してるなってね、大事に取っておいてくれたったりとかね、ほんとね、もう そんなものどうでもいいやっていうか、もう存在すら忘れてたんだけども、きちんと取っておいてくれてあったしね、まあいろんなこと見るとね、そっか、それを全部台無しにしてね、まあ恨み晴らして、どっちかなってやりきれない気持ちよなってね。で、恨み晴らして死んじゃえばいいけども、生きてる場合そのどうにもならない気持ちがずっと死ぬまで続くわけで、だからそこを帳消しにするにはどうしたらいいんだろうってね、まだ今後の課題でもあるんだけど、その恨みを晴らしたいというか、
この世の中に殺したい奴が何人かいる、ガチンコで。で、法律上は殺せないんだけども、合法的に何かあったらとか、あと何かでね、何かで、例えば今の世の中だお金ではね、じゃあお金を払うからこの人殺してほしいって本当に一晩雇ってやってくれるんだったら、本当に探し出してやってくれるんだったらお願いしたいもん。本当これ真面目な話でね、それぐらい恨みっていうのは、消えないよ本当ね。だからあの元自衛官の気持ちはね、ちょっと曲がっちゃったね、ちょっと曲がっちゃったけども、仕上がりがってのはどっからの情報なんだろうなっていうね、その情報がどっから来た情報なのかなっていうね、それがもしマスコミとかメディアのそういったものだったら、ジャーナリストとかそういったものに洗脳されてっていう、だお母ちゃんがそっちに洗脳されたのと同じで、自分もそういうのを見ながら洗脳されて安倍さんがいらっしゃったっていうね、そういうことになっちゃうね。あ、血筋なんだなっていうね、そうなっちゃうけどもね、やっぱそこで同じバカでもね、結果が違う、バカの中でも本当のバカなのかね、バカでも思いとどまるバカなのかね、もっと冷静に考えるバカなのかっていうね、うん、おじいだったらもう捨て身の覚悟でどっかの人が言う最強の人、ね、もう自分が最強の人でもスーパーサイジになるんだったら、やっぱり恨みのターゲットはやっぱり騙した宗教のボスだよ、ね、それ以外ありえないよ。あと関わった、直接か関わった、ね、声かけて連れてっちゃったその者たちだよね、ターゲットはね。だ安倍さんがだ関わってるからとか、だ本当に黒幕がね、黒幕がだから闇の会長安倍さんだったわそりゃ狙えてもしょうがないと思うけど、だいろんなことがわからないよ、真実はわからないよ本当ね、真実はわからないし、もう真実を証明することもできないし、わからないけどでそういったものも含めて全部ガシャガシャやってくれるんでしょ。結局もういろんな議員とかそういう悪い連中をガシャガシャやってくれるわけでしょ、ね、だその国会でね、ガシャガシャやってくれるわけで、取り上げないわけではいかない状態になるみたいだしね、まあ、ガシャガシャ本当に本当の意味の新選組かもしれないしね。でいろいろそんなことが本当にできるのかっていうね。だからこの立花隆ねと仲間たちは違法なことは何もしてないですね。で法律を使って選挙妨害は私人逮捕もしてるわけだしね。でちゃんと政見放送とかああいうのもね、あんなああいう形でもちゃんとルールにのっとってやってるわけなんです。だからこれがね、これがおじいがいつも言っている、本当見る人が見たらなんだこれは、けしからみたいな、そういうのが多いでしょ。でもこれを法律に変えると、法律に詳しいものはいろんなことができる。だからそれがまさしくこれおじいが言ってるこれなんだよ。でそんなことがとかバカバカしてふざけてるとかしても、ちゃんとルールにのっとってしっかりとできてるんだよ、なるんだよね。だからじゃあガーシーが当選した、普通だったらそんなバカな、ね、でもなるんだよ。だそれぐらいもう国民がもう今の日本を信用していないんだよ。本当に不満を持ってるってことなんだよ。ほんの一時的なパフォーマーとか一時の支持だけではここまでの結果を出すっていうのは無理だし、それができるんだったら闇の勢力で、だからまあ 闇の議員がいっぱいいるんだけどね。最近のヤクザとかほら暴力団って見た目そんなこんなもんもん入れてね、なんて
こんなんのいないよ、俺が組長だみたいな、もう見た目は全然わからないで、普通の事務所で普通のことをしてみたいな、そういうところが多いからね、本当。だから国会議員だって同じなんだよ、ね、みんなもうおじいから見たらみんなだってヤクザみたいなもんだもん。本当に面からして悪いやつだなっていうのは、まあ一人二人ぐらいか、本当名前は出さないけどね、大体一人二人いたとしても大体唇が特徴だと思うけど、口が特徴だと思うけどね、名前言わないけども、本当に悪い顔した議員ってのはそれぐらいなもんでね。まあ本当ね、本当に歴史にね、刻むようなそういうことをやってほしいよね。どう考えたって、だってNHK 自体の存在がいらないんだよ。まあ一歩下がってね、NHK はスクランブルをさせるっていう、そういう方向性でいろいろやってるけれども、でもその NHK の存在自体がいらないんだよ、本当はね。だから普通にその特別扱いはなしで、普通もう他のところと同じにすればいいんだよ、本当。特別は良くない、本当ね。で、子会社経由で名目で貯めたプール金ね、全部国庫金に没収。だって利益出しちゃいけないんだから。利益が多くなんだったら受信料を下げなさいっていうのがあるわけで、でそうならないために税金を訴えてこないわけだし、でそお金みんな子会社の方にプールしてってね、まあ、どっかのおからいおばちゃんのパフォーマンスの時にそういうのも全部いっぱい暴露されたでしょ、ね、でも暴露されただけで あのお金どうなったのってことになるわけだしね、それだけのお金があるんだから、じゃあ受信料何百円、年間何百円でいけるじゃないかっていうね、そうなるわけだし、まあおかしいんだよね、本当ね。だから NHK 自体がもう参考にしたところがもう崩壊してるんだから、 NHK も連動して崩壊しないとおかしいわけでね、本当。まあそんなわけで、まあどうなるのかな、本当。ただ滑らかには進まないと思うよ滑らかには、でもそうでないと、まあ滑らかに行きすぎても必ずおかしくなってくるんだけども、まあ本当波乱の連続になりそうな感じもするけどね、まあ本当に面白い物語のストーリーだと思うよ、本当ね。ただ知らないとこで知らない人たちが勝手になんかポン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 決められて、悪い国どん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 ね、みんなこれをしながら国民からの税金どん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  いろんな名目でボン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 取られて、みんなそれを集めてこうするのが目的で、それを合法的に 法律上合法的に、じゃあね、あんなとんでもない希望権だか納権だかね、利用してボーンってやって、じゃあそこのこれをやったって、じゃあ どこが受けたんだそれがっていうね、じゃあどこが一番儲かった、どこが得をしたんだってね、考えてね、ほんとそこら辺のみんな、今このご時世でね、景気が悪いところの一般のね、親方とね、子が2人ぐらいのところでやってるところからみんな集めて、ショビル集めて、そういうところにお金を払って、はい、じゃあ1週間ご苦労さん、じゃあ次の業って全部平等にこうやってやったんだったら、まだしもどこがいっぱい儲けたんだみたいなね、そういったものが、ね、いっぱいあるわけだよね、本当ね、うん。まあみんな幕引きになっちゃうんだね、こういう話をすると亡くなった関連のことはどうのこうのってね、そういうことを言い出す人もいるし、ね、本当ね、まあ、マスクもどこが儲かったんだとかね、いろいろあるけども、ね、まあ、そういったものがないように、でも本当のクリーンな政治っていうのはでも無理なんだと思うよ、最後に言うけど。なぜかというと、やっぱりいろんな取引、ほら
バカがさ、バカがさ、行っちゃダメなとこに行って捕まって、で人質になって、で裏でとんでもないお金をね払って解放されてっていう、そういうのがあるじゃん、ね、我々の税金を使って。で本人もそんなことはするなってね、いい迷惑だそんなことされてって言われてるし、あんなに不愉快だったことはない、おじいの人生で。こんなくだらないやつのために税金使ったんだとかね。まあそれ言ったら辛坊さんも同じだね。本当あんだけ我々の税金でね、本当会場にいたほか、あんだけ大ニュースになって泣きながら帰ってきてね、本当の海の怖さを知ったって、あんだけ大泣きしながら命が助かって喜んだのに、懲りなかったっていう本当ね、本当の喉元すぎればなんとやらっていうね、わかるでしょみんなね。まあ入れないけどもね、まあ頑張ってほしいなと思いますね。まあこのチャンネルではね、あまり見てる皆さんあんま関心ないかもしれないけども、まあ面白くなるよ本当ね。いい方向には向かってるし、かなり献身になってるしね。これから政治をやる人はね、だって昔からそうじゃん、悪人の中にね、泥棒とか強盗とか殺人犯とかそういう悪人って何ていうか、その中に国会議員って、だって子どもの口から出てくる時代があったでしょ、みんなそう思うでしょ。だからこうなってしまってるのがおかしいんだよね。お金持ちになりたいね、何になりたいってね、国会議員、ね、とにかくそういうことなんだよね。おかしく、もう子どもたちにもそう触ってしまっている、ね、はい。まあ、そんな世の中をね、クリーンな世の中になったらどうなんだろうなというと、今みたいな平和ボケをなんとか直してもらいたいね。もっと危機に対してちゃんと、日本の防衛に対してちゃんと訴えてても、そこを反対するの、そのつまんないこと言って反対する、まあそれがあれ、これ政治なのかもしれないけど、命と尊さを最優先した方向で考えてもらいたいね。ただ反対すればいいっていうだけじゃなくてつまんないと思うね。本当日本はあれ、これもう時代が違うんだから、本当にね、本当ね、ナウマンゾウの時代の棍棒持って、もう棍棒すら持って外に行ってはいかんみたいなね、もう本当アホみたいな、そういうのがいるけどもさ、ね、ただ国民を巻き込むなって言うんだよ。そういうくだらないことを言って、日本の防衛に対して文句を言ってるやつは、自分とにかく魂が抜けていかんでやるっつってね、だから自分だけにしてくれって、反対している、ね、もっと日本を守ってほしいって思ってる人たちの魂を巻き込まないでくれってね、そう思うよね。と本当にね、だからおかしいんだよ。だから政治でね、こういう意見があるけども、賛成派につく国民と反対派につく国民がいるわけで、そこのところでね、もう国民もね、こっち側についた人はこっち側についてこうやってもう分けてやってもらって、日本はこうだからね、もう武器もたない、戦争もしないね、防衛でもこれもダメなんだね、憲法あれがあるんだから僕を決めたんだって言ったら、それに賛成した国民、まず最初にこの議員と、それに賛成した国民ひとまとめになんかなんかそこに住んでもらって、で、皆さんここを撃っても何も反撃来ないから大丈夫でしょうって感じで、ね、北朝鮮とか中国とかロシアがね、ここなら何も手出さないんだってバーンってやってね、で、その議員と反対した国民がね、いかんでやるーって言ってね、魂がうーって言ってね、
で、その後そうするとその後に残ったのは、あ、これはもう国の大事だということでね、もう反撃をしなければっていうね、ちゃんとこういう国民とこの人たちが残るわけだから、そうしたらちゃんと国防がしっかりと働くよね、もう邪魔する者がいないっていうね、こうならないと日本なくなっちゃう、本当にね、あの1億ちょっとの魂が遺憾であるしてみんな抜けてっちゃうね。まあそういうことだね。本当あのウクライナの件でも気がつかないと、何にも悪いことをしていない平和に暮らしていた本当にいい国の人たちがね、何か分かる、突然なんか分からないけどもロシアに攻められて、ね、たくさんの一般市民たちも一瞬にして何分からないで 恐怖とともにみんな消えて、もうだから怖いとか痛いとか、先ほどしたかもう症状もう考える脳みそもないからね、もう魂が抜けちゃって、ね、だ終わってしまった、本当に終わってしまったわけだから、うん、だから本当にそうなっちゃうんだよ。あの遠くの出来事ねって考えるけども、明日は我が身なんだよ。ロシア中国に挟まれて明日は我が身、本当に明日は我が身だって。コロナだってそうじゃん、中国とかで遠い国の出来事で見てて他に広がって「へえ」みたいな、ね、遠い国の出来事は大変だねなんて言ってて、日本でこういうことになったでしょ。で日本は能天気だから、あの食い止められるものを食い止めなかったでしょ。あの いろんなバカな人が「よくでこれもいいじゃないですか」みたいな感じで、だってちゃんと普通のインフルエンザが2週間で、今回のやつはここの時にあのね、あの陰性だったのに、そこからもう1週間も経って陽性になって、あの早い段階で、あの船のあの段階でそれが出ていたのに、なんで最低限そこのところでやらなかったのっていうね、そういったものは誰がどう考えたって、シェルトンが考えたってあの分かる話だしね。で普通の公式機関でみんなね、じゃねーって日本って平和でしょ、本当ね。だ日本は平和なんです、本当ね。で、毎回毎回その犠牲、あの何にも悪いことをしていないのにしっかりしてもらえないために、何にも悪いことをしていない国民が犠牲になって魂が抜けて、なんで私が犠牲になるの、遺憾であるって言ってね。でもそういう一つの魂はあの普通になんあの病気になってね、あなんかね、ただ数字が1ね、今日本日の数字のプラス1になっただけで、もうあのね、このもう何とも言えないこの悔しい思いを、遺憾であるっていうのがね、数字の1にパッてなって記録になっただけで、何の効力も及ばないっていう、これが本当の無念ってやつだよね。この国に住んでいた無念ってことになるよね。そういうものをね、もうガツンと変えてもらいたいよね、本当ね。根本的にね、ちゃんとした判断をして、ちゃんとして変えてくれる人たちがなるべく増えて、今よりも良くなるようにガラッとクリーンな政治、ちゃんとした判断に、なんか絶対無理なんで、今よりもちょっとでも良くなるように爪痕残してもらいたいね、本当ね。はい、そんなわけで終わりたいと思います。皆さんはどう思いますか喉痛い、めっちゃ喉痛いね。ここ治んないのかな、もうここのなんか ここなんかシャントペーパーかなんかでガーってやったような感じの、なんかこの喉の内側になってるの、これもう一生治んないのかな、年取ったら。こういうのってみんなおじいちゃんでなんていうか、ずっとやってんじゃん、一日中朝から晩まで寝ててもって言って、まあおじいもずっともうこれなのかな。はあ、みんな一緒で順番でなんかね、受け入れたくないね、まだね、本当ね。はい、そんなわけで終わります。またね、バイバイ。